ケイトブッシュ、ケイトブッシュ、ケイトビュッシュ、CBE、1958年7月30日体は、イングランド出身の女性シンガーソングライター。同国を代表するアーティストの一人で、嵐が丘などの代表曲で知られる。長年の功績を称えられ、2013年に大英帝国勲章を受賞した。旧市選出。 歴史上最も偉大な100人のシンガー第19位、ピンク・フロイドのギタリストデビッド・ギルモアに見出されレコードデビュー。それ以前に自分で売り込んだ際にはレコード会社から見向きもされなかった。デビュー当時は19歳ということもありアイドル的な見方もされたが高い歌唱力をベースに高音から低音まで様々な性質を使い分け、 トータルで独自の世界を展開するアーティストとして、確固た評価を得た。英国音楽メディアのエネミーやモジョが、ロック史上、誰よりも大きな影響を与えてきた女性アーティストと評するなど、現在に至るまでイギリスを代表する女性アーティストとして、同を続けている。ステージで歌唱する際は、ダンスやパントマイムなどの大義を交え、 一種のパフォーマンスを展開することが多い、シャイな性格のためと言われる。早い時期から凝った内容のプロモーションビデオも制作しており、音楽とビジュアルの融合にも意欲を見せていた。一方で、完成度の高い作品を試行しているためか、割合に過作なミュージシャンである。レコードジャケットに東洋風の絵柄を用いるなど、東洋の文化への興味が強いと言われる。 1978年の東京音楽祭に出演するため日本を訪れたが、それ以降は来日の経験はない。諸説あるが、飛行機による長旅を嫌っているのが一因らしい。日本ではかつて放送されていた、日本テレビのバラエティ番組、恋の唐騒ぎのオープニングテーマ曲に、彼女の楽曲、嵐が丘が長年使われていたことから、その歌声は広く知られている。 ケート・ブッシュ、本名、キャサリン・ブッシュは1958年7月30日に、A、大ロンドン、クレーターロンドン・ベクスレークのベクスリー・ヒース、ベクスリー・ヒースの比較的裕福な家庭に生まれた。父親ロバートは、医師で、母親ハンナは、アイルランド系の元看護師。ピアノが堪能な父、アイリッシュフォークの元ダンサーである母、詩人であり、カメラマンでもある長兄、ジョン。 楽器メーカーに勤めていた時計、パディという音楽一家の中で育つ。兄たちは地元のフォークミュージックシーンに関与していた。なおパディは後にケイトのアルバムにも参加している。ケイトが音楽に興味を持ち始めたのは1968年頃のこと。1年間のオーストラリア移住から英国に戻ったケイトはその頃から父ロバートにピアノを習い始める。 やがてカトリック系の女子校であるグラマースクールに通う頃になると、ケイトは多くの楽曲や詩を書き始め、同時にバイオリンや聖歌隊のレッスンにも励み、自らの芸術的な感性を磨いていった。1974年、本格的に音楽の道へ進むことを決意したケイトは、学校を中退し、ビリー・ホリデーやジョニー・ミッチェルなど、 自分のアイドルに憧れながら音楽作りに専念。1975年にはニーパディたちと共に、キロトンビュッシュバンドというバンドを結成し、パブにも出演するようになった。この時期に制作したデモテープが、やがてデビット・ギルモア、ピンク・フロイド見出されることとなる。1976年、ロンドン郊外のフラットに移り住んだケイトは、 アダム・デューリアスによるマイムを教えるクラスへ入り、さらには、臨税・ケンプのもとに、弟子入り。デビューの準備期間とも言える、この時期を、ケイトは、約1年にわたって過ごし、1977年に、ンを持たして、アーティストとして、初の本格的なレコーディングに入った。なお、この時期に、マイムのスクールで、ザイングリフ、デビット・ボーイらと交流し、その後、 グリフのアルバムにも参加している。1977年11月、エミリー・ブロンテの小説、嵐が丘の TV ドラマを見て作ったシングル、嵐が丘、バズリング・ハイツでデビュー。いきなり全英4週連続1位を記録、同曲を収録したデビューアルバム、天使と小悪魔、ザ・キックインサイドも40万枚というセールスとなり、一躍大きな注目を集めた。 その後1978年にセカンドアルバムライオンハートライオンハートを発表するも1枚目と同じく満足のいく仕上がりにはならなかったことから自らも裏方の仕事であるプロデュースをしなければと心するこの後西ヨーロッパでツアーを行い映像ソフトがその後1981年に発売1980年のサードアルバム魔物後 ネバーフォーエバーでは共同プロデュース、1982年に、ドリーミングでは取り直しをして、膨大なレコーディング費用がかかり、レコード会社から煙たがられたこともあったが、単独プロデュース、1985年、愛の形、ハウンズ・オブ・ラブも自らがプロデュースを行った。1986年には、初のベストアルバム、ケイト・ブッシュ・ストーリー、ザ・ホール・ストーリーを発表。 またこの間には、ピーター・ガブリエルや、ロイ・ハーパーなど英国の記載ミュージシャンたちとの流も、あった。ベストバンという区切りの後に、彼女の新章を告げた作品が1989年発表の、センシュアル・ワールド。これで初めて、USA でメジャーになった。ここでケイトは、ブルガリアンボイスの一員だった女性、アンカラ・プキーナ率いるトリオ・ブルガルカと共演。ボックスセットの発売や、 エルトン・ジョンのトリビュート版、トゥールーム、エルトン・ソングスへの参加を経て、次の彼女自身のオリジナルアルバム、レッド・シューズが発表されたのが1993年のこと。ジェフ・ベックやエリック・クラプトン、プリンス、同い年のミュージシャンなどが参加した話題作だったが、母の死によってリリースが1年伸びたものでもあった。アルバムは前と高セールスを記録し、 シングルカットされた楽曲もそれぞれヒットした。しかし、このアルバム以降のケイトは、トリビュート作や、チャリティアルバムへの参加、他アーティストの作品へのゲスト参加などはあるが、自身の作品をリリースすることなく90年代を終えた。レッドシューズ以降、オリジナルの新作が発表されないまま長い時間が経過し、ファンが待ち望む中で、幾度か、 新作発表の情報が流れては消えた。ようやく新作の2枚組アルバム、エアリアルが店頭に並んだのは、前作から12年ぶりとなる2005年11月7日、日本発売は11月2日のことである。第1弾、シングル、キング・オブ・ザ・マウンテンも、A チャート4位にランクイン。新作では、休止期間中の1998年に生まれた、息子、アルバート、ケイトたちは、 バーティと呼んでいるの、アートワークフィーチャーする一方で、これまでになく柔らかい空気に溢れた世界を作り上げている。2011年5月、日本では7月には、過去のアルバム、センシュアルワールド、レッドシューズの楽曲をセルフカバーしたディレクターズカットをリリース。前作より6年のブランクがあったものの、本国イギリスでは、チャート上で2位にランクインを果たした。 同年11月23日には、6年ぶりとなる、全新曲のアルバム、雪のための50の言葉をリリース。10枚目のアルバムとなる本作は、全7曲、収録時間は、約65分という大作となっている。2013年4月、大英帝国勲章、CBE を受賞する。2014年8月から10月に、ロンドンで22日間にわたるコンサート、 Before the d を開催。過去のアルバム11枚が同時に全英アルバムチャートでトップ50入りする快挙を成し遂げる女性アーティスト書。2016年12月 Before the d の模様を収録したライブアルバムをリリース。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。